次は一応芸能人、プロフィールクイズ。あれ前なんか前のなんか今回は、でが芸能人だけだったじゃないですか、ね、今回は芸能人問わず映画だったりとか、本だったりとかのプロフィールですを見て何かを当てるみたいなことですか。そうですね。題してプロフィールクイズです。この番組は業界歴が浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋とデビュー作。もう全く一緒のスタイルやん。早押しか。大丈夫かな。前回芸能人の、潜在当てクイズだったと思うんですけど、今回は、プロフィールクイズっていうのを用意してきたんで、で今目の前にモニターあると思うんですけど、そこに僕が今、それを検索してで、調べてきたワードが出てくるので、それを見て、早押しで答えていただければ。もう全然わからんかったよ。何いや俺はだからワードがもういっぱい食ったから頭回らへんのかなと思ったけど、森田もわからんかった。もう全然わからんけど。ワードが何ワードが出てくるの。はい、それでそれが何かを当ててください。もう早押しやね。そうです。それがもう人物とかもにも限らんし、映画かもしれへんし、漫画かもしれないし、映画は多分あると思うんだよな。そう言うとな、さっきも言ってたから、映画かもしれへんっていうのは言ってたから映画はある。映画はあんねんな。ある。それはちょっとわかんない。絶対ない。どうした？ごめんごめん。落ちた。なんや。ごめんごめん。今のはいらんまやったわ。ごめんごめん。今とかじゃないもんだって。じゃあまずやんねんな。はい。やります。やります。そうやな。やります。取り返したいもんな。はい。いいの？取り返すでええねんな。ちょっと滑っちゃったんで。その認識あんねや。その認めるあれはあんねんな。大丈夫。やっぱり。現在僕非常にまずいと思ってる。あ、今まずいと思ってる。やっぱり。はい。あ、それどう思ってんの？どうまずいと思ってんすか？それは。やばいなーってずっと思ってます。え、じゃあ前回の収録は、その前の時は手応えありで変えてたんや。結構今回はまずいと思ってるけど、まずいと思ってます。非常にまずいと思ってます。 どのあたりから思ってたんですか今日。もう森田さんがこれ5分以上経ってるよって言った段階でちょっとこれもう、あ、もうまずいな。はい、空気がちょっともう、ちょっと違ったよね。重いなと思って。重いな。重いな。それが自分の中で反省点は どこなん、その重いなっていう、やっぱり一発目にやっぱドカンとやっぱこう一回食べないとなと、そういうもんなんや。その企画とかじゃなくてとかやな。やっぱり普通に考えてテレビで普通に食べるってないじゃないですか。どっちなこれ今。どっちなこれ今。どっちを言って、これプラスを言ってんの今。マイナスです。マイナスない。それが良くなかったってことだよね。良くなかったんで。でも見たことない映像ではあったと思うで、多分。でもいい方向に見たことない映像ではなかったと思う。なかったかな。確かに見てられない。はい、非常にまずいんや。非常にまずいと。これが滑ったらもう終わりや。はい、もうそっちの AD の方にも影響してくる。多分1週間ぐらい引きずります。あ、引きずる。あ、1週間だけか。1週間だけ引きずる。まあ引きずってる方やな、菅川からしたらね。非常にやばい。非常にまずいと思ってます。それだけは言うねんな。それ言ってるだけって感じがするからね。本当ですか。焦ってます。焦ってる。でもさ、結局セックスできるやん、別にこれ滑っても関係ないです。関係ない、はい、もうしなくていい。しなくていいです。言い切ったね。言い切ったね。次じゃあできるっていう、明日できるっていうチャンスがあってもしない。しないです。すごいな。そう、すごい。ここから一緒しない。っていうぐらい僕は今焦ってます。っていうぐらい、はい、もう女性はいらない。いらないです。加藤さんもいらない。いらないです。ええの加藤さん。いらないです。本当にいらないです。ちょっとでも付き合っていいよって言われたら、ちょっとちょっとそれはあるかもしれない。そういうスキルも覚えたんだ。まあ行きましょうか。はい、すいません。第1問で、はい、行きます。え、またじわーっと出てきよる。なんやこれ。じわーっと出てきよる。これなんなんこれ。別にいいよこれ。自宅プロフィール関係あるの。このさ、じわーって出てくるのいるこれ。数学、あ、でもこのその人に関係あるみたいなものなんかな。全部関係あります。え、人。これは、え、人です。言ってる。え、言っていいの。言っていいの。それちょっと待って。あれ、これ人って言っていいの。あ、ちょっと焦って出ちゃいました。相当焦ってるよね。だからこの段階じゃ映画の可能性もあるもんな。そうやな、はい、妻とか自宅、なんかそういう
なんかさ、うん、奥さんが死んでとかのなんか映画なんかなとか思ったけど、そうだな、うん、そうだな、うんうん、でも人やねんな、これはもう人やねんな、これはもう人です人これやばいんちゃう、これやばいやろ、もうやばいやろ、だって早速もうドキドキしますもんドキドキしてる今やばすぎてやばすぎてこれなんでこの前からじわっと出すの、これは、うん、そうね、じわの意味ある、うん、もうポンポンで人じわ目から見えてんねやんか全部人じわ目からそんな目悪ないで俺ああそうそう、まあ、こだわりやでなそれは、はい、それが演出やな、はいはい、じゃあこの人物当てる、ああああ、はい、続きからいきます、はい、分かってるよ、なんで最初からいかないえ感謝、あ、分かった、うわ、しかもさ、分かったじわがさ、もう人じわ目が、はい、サッカーも出てるもん、うわあ、これはもう分かりました、最悪や、いいですか、ちょっと待って、はい、俺も分かったわ、くそー、パンサー尾形さん、よっしゃ、え、すげえ、すごいね、よしよしよし、確かにでも、うん、いや、うん、絶妙だったね、その汗で、はい、ちなみにこう全部めくれると今こんな感じです、はい、ドッキリと181まあ確かにサッカーはいいヒントやったかもしれないね、うん、感謝もサンキューがかかってますからね、そういうことやな、ああでも人って分からん方がよかったな、いや人分からんかったらめっちゃええ問題、めっちゃええ問題やったな、サッカーでも多分思っと思った、あ、うん、あれいけるか2問目大丈夫か、あれ大食いより苦しい顔してるけど大丈夫、大丈夫です大丈夫ですちなみにこれ全部分かります、 何にかかってるか、いや分かるよ分かるよ分かるよもう3級も言うてんからもう十分やんか、それはもう数学っていうのはあれか、うん、最近始まったやつ、始まったやつ、数学の番組ね、はい、で自宅は自宅でよく出てくるから、ええ問題や、僕的には一番数学っていうのが一番ミソだったんですけど、いや数学は俺らそう、まあこれはちょっとな、ロケです、ロケで知ったぐらいあるから、これちなみに買ったなんかあるんですか、なんもないです、もう名誉、はい、名誉だけ、芸能人を知ってるっていう名誉だけミーハーの称号を得れるってことね、わかりました、やっぱ知識王っていう、知識王やな、知識王、はい、2問目いきます、2問目ね、はい、もうと人や、人や、いや分からんよ、まだ分からんで、ね、人かどうかは分からんよ、ほんで今回じわちゃうんかい、ちゃうな、なんやこれ、おあ消えていくや、消えていく、え、なんやこれ、え、なんやこれ、めっちゃ出てくる、何やこれ、ギリシャ元モデル、えメンズの独身貴族、覚えられない、覚えられない、ちょっと待ってください、腹立つなこれ、ちょっと何これ、じゃあ一回止めてってくれや、エヴァみたいな出方してる、エヴァみたいな、かっこええ出方、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、忘れる忘れる、何やこれ、ええ、まあ人やな、180、えギリシャ、森田さん、翔英、あ、違う、いや大学、袴田義彦、あれ違う、独身貴族、これでちなみに9面だった全部出ねえな、全部出すんやこれでドンって、何どういうこと、これはもう終わりこの問題まあ全部出たからな、全部出て、あ、全部出たらこうなってます、え、もう終わりなんこの問題、どうすごいデカったやな、これもう何、まだこっから答えてくれってこと、はい、これで分かるかどうかってこと、こっからです、今のは一応全部やったらあの答えてくださらなかったんで、いやでもあの出方がおもろかったから、そうやな、なんかずっと見てられるなと思ってんけど、じゃあもう一回いきますけど、いやいや、いいよ、これや、これやねんから全然お前ずっと間違えてんの、いやこれ難しいな、ちょっと待って、あ、ギリシャっていうの分からんし、誰もが知ってる、大学物理学教授、誰もが知ってます、誰もが知ってます、ギリシャが大ヒントじゃない、ギリシャ、あの分からなかったらちょっともう、はい、阿部寛、そうやー、出る前か、A 問題や、 A 問題、 A 問題、何やお前おい、なんてずっとグズグズやねん大学の物理学、あ、トリックか、トリックです、トリックか、そういうことね、なるほど、あ、はいはいはい、いいよ、あ、いいよ、巻き返してるよ、巻き返してる、あ、でも人人来たら、ね、次映画来そうやな、映画来そうや、そろそろ映画来るんじゃん、これ続いてなんですけど、はいはい、僕がこの人に対するイメージ調査え
もう あれこの人言うてるけど、ええの人やな、このもう人や、人やな、もう人や、人やのイメージ調査、ま、なんだあれヒントくれるな、ほんでもうそのやり方はもうほぼ笑ってこられてとかやってるし、うん、まあまあいや、なんか独自の出し方があるんでしょう、うんうん、はい、今、うん、あれ丸だけ見えた、何何ですか、何ですか、ちなみに、うん、何イメージ調査なんで、うん、一番最初一番多く出たのが、うん、このイメージでした。いや、え、待って待って、このパワーパースタイルで講義みたいな感じでこのプレゼン、ね、社内プレゼン、これ、はい、今からこうやって出てくるんで、何個か何個かこう要素が出てくるんで、それを見て当ててください。それでやってたやん、そうだよ、一言添えてくれてたやん、さっき。なんでこれだけこんな説明されなの、だいたいわかるって、理解力ない思われてる。次です、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 はい、キャプテン、あ、え、ルフィ、あ、さすがに違うか、さすがにな、キャプテン、ワンピース、え、色黒、色黒続いてラストですね、さあ、え、早っ、木村拓哉、よし、あ、キャプテンはあれやな、ラジオで呼ばれてるな、あ、そうです、さすがラジオやな、ワンピースは、ワンピース確かに分からんわ、ワンピース、あの漫画のワンピースがすごい好きで、ああ、え、それをさ、それお前の周りの人たちは知ってんねん、これだいだいぶキムタクに寄ってる人たちが周りにいるよね、よく知ってる、キャプテンって呼ばれてんのも知ってるし、かと思えば色黒っていうすごい浅いやつもおるし、まあまあこれは該当調査やから、かっこいいが適当じゃない、適当に、何人、何人で聞いたんですかこれは、6人6人、周りに6人、せめて10は聞いてよ、もう一回出して、もう一回出して、 どこで聞いたんですかこれ、ね、じゃあ6人のスーパー合わへんやんけ、合わへんやん、だって半分がかっこいいやったら3人1人1人が複数回の回答してるんで、かっこいいとか色黒とかっていうイメージを言ったら、それでも1人でも2本2本声の大きさとか延べ人数、かっこいいって言ったら声の大きさじゃなくて、そういうことです、そういうことです、延べ人数、延べ人数です、あーはーはーで、サーフィンは何人答えた、サーフィン1人です、色黒は1人です、ワンピースは2人です、やばいやばいやばい、まあ、ちょっと広いんかな、ワンピース、ワンピースちょっと広い、ちょっと広い、ちょっと広いな、確かに一緒やって、キャプテンより確かにキャプテンよりちょっと広い、このシリーズ、キャプテンよ、キャプテンよ、ちょっと広いとか、ワンピース見てこないぞ、そんなグラフで、そんな、だって1人、1人ね、だから1211やな、そうです、だから345でかっこいいわ、6です、6、かっこいいわ、全員全員や、だから11票入ってるから、どうやってるのこれは、ええわ、新しいな、パーセンテージとかにしてね、そうね、そうやな、何パーとかじゃないねんな、それは僕の実力不足です、そうやな、ちょっとそれは間に合わんかったな、ほんで出方は絶対2問目の方がおもろかったし、出方はね、いやでも俺もう3問取ってる、いやすごいわこいつ、じゃあ続いて4問目、え、次、はい、次は何なん、次はもう、次はもう僕言わないっす、ね、ようやく、なんか前置きはちょうだいよ、ようやく前置きはちょうだいよ、言わない、前置きは、前置きは強いて、強いて前置き言うと、うん、人ではないっす、人ではない、いやいやいや、人ではない、いやいや、それでは行きましょう、行かないよ、それ、それが一番いらんねんけどな、まあええわ、人ではない、行きます、ちょっと待ってくれ、びっくりした今、止まった、びっくりした、すいません、コーナー止めたらあかんやん今、あいあい、あーくそ、キングダム、いやー今のな、山崎健人もあるし、すごい、止めたらあかんやん、やっぱ止めてくれたから、あれを何回も何回も見たんやん、でそれで当てるんちゃうの、もう動体視力もあってみたいな、よっしゃ、止めてくれたから当てれた、よっしゃ不本意でしょ、菅原も絶対止めへん方がいいのよね、うん、もう一回動いてるの見して、うん、もう一回、うん、もう一回ですか、うん、これよかった、これやったら分からへんもん、うんうん、もう、うわ、なんやなんやってなる、うんうんうん、で、ネット止めて、うん、そう、あかん、分かるやん、うん、これで、うん、もうほぼこれやったもん、ほぼこれやったもん俺、終焉者と山崎賢人で分かった、それ分かるよな、5問目いきます、気を取り直して、気を取り直して第5問目いきます、はい、次は言わないですいやいや、強いて言うと、強いて言うと人ではない
いや新しいよね。で多分今漫画出たやん、うん、映画やと思う。映画来るか、映画来るかな。いきます、はい、5目です。はい、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、まあ、1個、まあ、いやちょっと待ってよ。いや、袋にヒント与えるのも嫌やがん。なんかいや、俺も分かったよ。え、嘘、はいはい、これ、いや、まあ、1か8かや、はい、天気の子。あ、違う。お、もう言うよ。サマーウォーズ。あ、すげえな、こいつ。よしよし。かー、細田守ね。あ、そこがな、やっぱな。アバター。あー、あの、さっきの出方見せてくださいよ、うん、あれでも、よう、ちゃんと止まったかよかったけど、うん、また危なかったね、今の。うん、なんでこれ急にこんな、その、ルーレット形式で。で、どん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 なんか、文字もデカなってってる感じがするんだな。デカなってる、すごいすごい。デカなってってんのよ、すごいよ、文字めっちゃデカなってってんねんから。めっちゃアップして。なんであのキムタクの問題だけあんな説明されたな。斬新やな、はい、はいはい、いいですよ、はい、ありがとうございます。はい、やべえな。さあ途中経過はもう、うん、私からもう40ポイント取ってますから、うん、40対10でございます。まだあるよ、6問目ある、はい、ラスト問題です。ラストラスト普通5とかでいきますけど6でいくんすね。どうぞ斬新やな。どうぞ、同点の可能性もあったね。全然ラストラスト何点くれるんすか。最後正解した人は、うん、50点50点ありがとうございます。それで勝ちやんか。ああ30点でもいいけどな、はい、30点にしてみるか。30点にしてみようか。30点ああ、ええねんな。俺が勝っても同点止まり。初めてや、そんな。次は、はい、次はもう何も言わないです。本当に僕何も言わないです。あ、本当に言わない。本当に何も言わないです。本当に言わないな、うん、何も言わないです。ああ、人じゃないんでしょ。わかんないです。あれ、横領した時の顔してる。わかんないです。わかんないです、はい、覚えてないです。いきます、はい。うわ、うわ、何やこれ。ヒントでピントみたいや。気持ち悪い。え、全部全部見せんのかい。ええ、ちょっと待てよ。おそらくやけど、いいですか、ジョン・レノン。違う。どっちか言えや。あ、はい、ビートルズ。どっちですか。はい。いやじゃあジョン・レノンかビートルズかどっちか。ビートルズがどっちかってことか。いや、うん、ビートルズ。あれなんだ、なんだ、なんや、なんやねん。え、いや多分これ合ってんねん。で、あ、俺が正解したら30点やん。同点なんねん。もうやりようがないねん多分。でもそれを踏まえて OK したわけでしょ。袋、めっちゃ袋に正解してほしいんちゃうかな、もしかしたら。ビートルズ。どっちですか、それ。なんすか、なんすか、なんですか。俺言ったじゃないですか、ビートルズって。なんすか、すぐ出さへんから。はい、ブクロさん正解で。なんでなんで俺正解したやん。俺ビートルズって言って、どっちですかって言われたから俺ビートルズって言って。違うなあ、ね、なんだ。どうなったん今、両方正解。今何、両方正解、同点で。同点やから30点。え、何点ずつ入る。どうあんのかな、何点ずつ入る。今のどっち入った。今のは、本当だったら森田さんに入るんですけど、同点になっちゃうんで、でこの後の問題も何も用意しないんで。予備もない。あれ、ストックないの、そのもうボツみたいな。なんか今菅原がパッと思い浮かぶ問題でもいいよ。ボツ、そうですね、ボツにしたやつをさ、じゃあお前がさ、もう言っていけや。今までの出てきた動きとかで菅原が言ってって。じわだから、じわって言っていいし、菅原はこう、走って、こう言ったら走って言っていいし。それしてや。そうやな。今同点でしょ。同点です、はい、じゃあラスト1問ですね。ラスト1問ね、はい、今までいろんな手から上からこう降りてきたりとか、はいはい、あと何がありました。こいく。あ、そうね、これもあったね、で、じわーもあったね。いきます、はい、おい、いきます、はい、第7問ね、うん、最終問題。第7問、はい、CM じわのやつやな。
CM はい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 、はい、不良今のなんやねん不良不良不良、はい、他の出し方もあったでしょ不良他の出し方もあるはずやん絶対に、うん、歌それはどれやねんそれどれやねんそれどれや歌こうパッパッパッパのやつパッパもだって動いてほしいな動いてほしいな動いてほしいなAU いや止まってるよね止まってるよね言いながら言ったらよかったよ、ああああああそうね AU、うん、AU、はいはいはい、俳優下からのパターンまたんちゃうか雑誌何や今の雑誌雑誌雑誌分からんなああ何やこれヒント覚えてヒント覚えてヒント覚えてるよてるいやちょ、うん、まあもうお前がどうあの全部言ってってくれたらいいから、うん、それは、うん、いっぱいあるでしょまだまだそのああもうちょい欲しいな好感度出てきて引いたな引いたやな、うんうん、全部同じで聞こえたけどな手のジェスチャーだけね好感度好感度ああおあれ消えた消えた消えたあれ消えた、うんうん、181cm あれもう一回来るんじゃん新しいもう一回来るんじゃん新しい181cm 2回出たやん2回出たあの出方も 181cm しか言ってくれへんああループするやつや CM、うん、そうあったよ、うん、歌この動き多いねんな何この時間これは振り返りの時間、うん、不良いやいやパフィーみたいなパフィーみたいなパフィーパフィー渚部行こう渚部行こうセトラか髪切って行こう何やで一個もうスペシャルヒントやったら、うん、その代わりすごいその演出込みでああウラシマ太郎はいやけどしてない大丈夫シューシューみたいな亀です亀亀あ亀を表してくれたやな亀で亀を表したウラシマ太郎桐谷健太正解ですせこいだもうちょいいじれやなあ誰もが分かってたわ英雄の時点で英雄の時点で分かってた大体分かってた早っ歌とそれは答えてほしかったなあんな走った方がいいな180センチとか、うん、で、うん、ブクロさんの勝利ですあーくそいや、斬新でしたよ今回いかがでしたあちなみにこれで僕の今日の企画はもう、うん、はいはいはい以上ですそうか、はいはいはい、そりゃそうやろないや逆にだから菅原が取り返せたのどうかじゃない、うん、自分の中で、うん、あんま手応えは手応えはない手応えはないですけど良かったやん本当ですかいやでもまあ良かったんじゃないですか、うん、なんか面白かったっすわ、うん、ありがとうございますなんか前回、うん、まあアップデートとまではいかんけど、うんうん、面白かったのは面白かったですね良かったです、うん、次回予告とかしとく、うん、次回予告, 次回予告、うんうん、また新しいクイズ持ってきますほらクイズまたあれ大食いは大食いもやらないです大食いもやらないもう懲りた2022夏で終わりですか終わりですあんだけ春夏秋冬全部やる秋冬はもうやらないやらないもうやらない秋冬はもうやらないあもう、はい、懲りた懲りましたクイズやなだからもう連絡取られへんとかやめてなだからちゃんと今回次また、うんはい、どう明日から35万円の生活に浸るわけでしょ言ったらまた忘れんじゃないこの今日のやばかったっていうそのこの事実を持ってまた日々精進した方がいいんじゃないですかそうですね、うんうん、多分この滑りに関してはもう多分、うん、もう忘れないと思いますもう忘れないあじゃあこれを忘れずにじゃあ頑張れるってことねはい、はい、もう膝がこうすごくガクガクしてるんですよねそれさっきのあれちゃうかグーグーいったから